こんにちは、ナミさん。この度は、販売終了でお疲れ様でございました。まあ、毎日ね、動画の方、私の方からも更新させていただいて、で、ナミさんの URL も配信の方をさせていただきました。やっぱりこういう風にね、お互いがお互いを応援し合える関係ってなかなかないですから、私も非常に嬉しく過ごさせてもらっております。で、今回ですね、お問い合わせがあって、その方とのやっぱり交流が生まれたということで、うん、やっぱりナミさん、 がやっってらっしゃるこのね、えー、コミュニティそして、ま、私のやってる即歌塾ドリームアカデミアっていうね吉田さんのコミュニティとあって、まあ、それがたまにねこう交差点というかクロスするところっていうのがなかなか私も面白くって、まあ、人から人へ思いから思いへというところなんじゃないかなと思いますでも人にねビジネスを通じてできた関係ってビジネスをしている同士もそうですけども その商品をご購入いただいた方との関係もやっぱ一歩二歩と深まっていってなかなか素晴らしいなと思います、まあ、私のところにはねナミさんから経由して即解塾にちょっと興味を持ったって方もいらっしゃいますし吉谷さんのところにいて、まあ、私の動画を見ることになったって方もいらっしゃってこうね3人で一つのグループを作ってるようでありそして私たちの動画を見てくださった方とも 同じような輪を作っているようでありまあそれが支えてくれた10年だったのかなと思いますねやっぱりビジネスってのは一人でやってはいるんですけどもでも一人ではできないなっていうのも同時に考えてしまいますおかげさまで、まあ、ナミさんにもこうやって支えられ励まされ時には教えられ吉谷さんにも励まされ鍛えられいろんなこと気づかされでもしかしたら私もナミさんや吉谷さんに 何か一つの影響を与えてるのかもしれないですし私が思うところ即果塾が未だに続いてるっていうことがですね何か一つの指標になってくれているんではないかなと思いますね私自身10年前始めた即果塾いつまで続くのかわからないなというところもありましたし続いたところで誰かに何か新しい道を開けるのかなと全くわからない中第一歩をスタートしました 最初の一歩っていうのは本当暗闇に足を踏み入れるようなつもりでしたけども心は晴れやかでしたねこれから全く新しい世界が広がっていってそこにはもはや、まあ、上司も部下もなくただ自分という存在がいてそこに集まってくれる人がいるかもしれないと自分のすべてをさらき出すことによって気に入っていただける方がいるかもしれないなと思いまして 最初の段階から顔出し、名前出し、本名、本音でやってみることにしました。まあ、どっかでね、どうしようもないトラブルが起きて、退場せざるを得ないようなことってあるのかなと思ったんですけども、おかげさまで、何もないまんま、うん、非常にね、正直な方だけが近づいてきてくれて、今でもまたいい関係が維持できてるなと思います。それはナミさん、ヨシエンさん、とも言えますし、 速下塾というものに関心を持ってくださった、そして入塾してくださった方、入塾はしてないけども未だにやり取りができる方、そういった様々なやっぱり人との関わりがですね、ビジネスにおける財産になったなと思います。ビジネスっていうのはね、単純にお金が集まってよかったですじゃないんですよ。お金を払ってくださった方の思いがあり、払えない人の思いがあり、そしてお金をいただいて何か、 徹底的に尽くしていこうという、私の思いがあり、ナミさんの思いがあり、吉谷さんの思いがありってうとこだと思うんですよ。で、その中でね、やっぱこうやって、吉谷さんとは億万長者合唱のやりとりが主ですけども、ナミさんとは舞姫大学のお動画のやりとりが主になり、なんかあれですよね、本当ナミさん言われてますけども、同僧生とかね、同級生とかね、そんな感じですよね。で、10年経つと、ほとんどの方がいなくなるのは、もう想像に堅くないことだと思いますし、 ナミさんや吉しさんを通じて10年経つと本当にいなくなるなと稼いでたと思っていた人も実はそうではなくていなくなるし実際に稼いでた人も宇頂展になり足元を救われていなくなり稼ぎたいと思って様々なコミュニティに入塾してきて私たちの目の前に現れたそういった方たちもねあえて言えばお客様たちも やっぱり、どこかで頑張れずに消えていったり、側近性ってものを求めて、何かの餌食になってみたいとかね。本当と、近があるんだったら、真っ先に私たちはそれをそう紹介してます。ただ、すぐにお金になる方法ってのは、すぐにお金を作れる人に対しては有効なんですけども、今までお金を作れなかった人とか、人が集められなかったとかだ、セールする勇気がなかったり、それから商品を持ってない人が側近性というふうなものがあっても、 やっぱ使えないですよね。例えば、みんなの銀行という案件、1年前に私見つけて、皆さんに紹介しましたけども、側近性はあります。翌日にはお金になるわけですよ。最大30万。でも、30万どころか、10万を稼いでる人もいないんじゃないかな。いや、ひょっとしたら、みんなの銀行っていうのを知ったときは、登録していただきましたけども、まあ、1週間もすれば、なえてやらなくなっちゃってきてるんじゃないかなと思うんですよ。これは、ある人からのメッセージで、 やり取りさせてもらったんですけども、まあ、いくら動画を作ってもね、反応がないと。そしてある方は、実際の店舗をやられていて、3000枚チラシを配ったんだけど、反応がない。この方法はダメだな。というふうに考えていたんですね。でも私はそこに対してこういうふうに申し上げました。いや、違うよと。売り上げが上がらないんだったら、売上が上がる程度にまだ行動してないわけだから、売上が上がるまでもっと動画拡散していかないと。 動画作成していかないと。ポスティングなら3000枚じゃ足りないよと。3000枚で人が来ないんだったら、じゃあ3万枚はどうかなと。10倍に占めたらどうかなってことを考えたらどうかと思うんですよ。そうすると、数件はお問い合わせがあるかもしれませんよと。でね、私もそうだし、ほとんどの方がそうだと思いますけども、自分一人でできないんだったら、 やっぱ、頼める環境を作っておくってことかなと思うんですよね、一つはね。えー、今回、ナ、ま、ミ、あ、さんがねあの、私にどういう思いでっていうのは正確にはつかみかねませんけども、でも私のことを信頼してくれたから、ナミさんの動画の URL リンクを私に託してくれたんだと思うんですよ。私はね、自分のそっか熟熟線の中で、私の放送を見てくださっている方の中で、ナミさんの商品だったら、 自分に当てはまるかもしれないというふうに探してらっしゃる方もいるんじゃないかなと思ってね、その可能性を私は使ってみることにしました。日々新しい動画リンクが送られてきますんで、それを張り替えて再送信することによって、一、まあ、人でもね、多くの方の悩みの糸口がナミさんのところにあればというふうな思い、それからやっぱりね、うん、なんか本当に私の動画を見てくださってる方っていうのは、 自分の人生を何とかしたい自分の将来を何とかしたい自分の夢を何とかしたいって本気で考えてくださっている方が集まってると思うんですよだからこそナミさんの呼びかけにも答えやすかったんじゃないかなと思いますねまあ商品を手にするかどうかっていうのはその時のタイミングもありますし金銭的な事情とかもありますし余剰時間といって学ぶべき時間が持てるかどうかっていうところもありますん、ね、で非常に勇気のいることだと思いますだからこそ お問い合わせをナミさんの方にあげてくださった方には小さなねきっかけができたと思うんですよでこれからなミみさんの発信やまあ吉田さんの発信私の発信3人のことを見比べていってああやっぱり側近ではなくって積み上げていった方が結局は近いんだなってことにね気づいていただけたら幸いですねナなみさんねはいじゃあセールスはちょっと今回は終わりましたけどもまた別のセールスが始まると思います セールスっていうのは何かっていうと商品により自分自身の可能性を広げるチャンスなんですよで私たちは皆さんの体の中心の中にあるまだ眠っているチャンスをどうやったら開くことができるかなっていうふうな挑戦をしてるんですよねだから商品ですよもうげさせてくださいよっていうのとは全く違いますもちろん経費もかかりますし自分の人生の一部を共有させていただくということで まあそこにはね、ビジネスという関係とお金というものがついてもありますけども、絶対に支払ったお金で、損したなあっていう思いはないと思います。むしろね、お金を支払うことによって、きちんとやっていこうという気持ちも生まれますし、私たちにも問題解決のために、優先順位をつけてね、商品買ってくださった方には、報いていこうという思いが強くなる。そんな感じだと思います。これからもよろしくお願いします。それでは、いってらっしゃい。